プライズ登場だ。サプライズ登場。そうそう。サプライズ。なんか今そう通っていった気配を感じて。超ジャンキーったら。そうそうそう。で一回コンポクラード小木さんと見なかったから。今オーラを感じましたよ、杉井さんの。本当本当。間違いないって言ってた。笑ってきた。気合い違いますね、やっぱ。早い。早い。完璧。くわいたばこじゃないですか。いかついのが並んじゃいましたね。と、あの、取締役におめでとうございます。はい、着きました。俺も今日行きました。なんか最近あれですよ。買ったんですよね。車。ああ。いや、買ってない。買ってないですか。すごいっすよね。納車ですよ、今日。フーガから。マジですよ。ああ。同じエンジン。同じエンジンですよ。これ前入った。あ、じゃあね、はい、タジノさん、あれ、あれ、青木さんのヘッドライトやってもらったやつです。おお、これね、12,000円。めっちゃ綺麗じゃん。こうなります。すげえ綺麗だ。2時間ぐらいですよね、待ってたね。そう、全然違う。全然違うんですよ。あれだったら状態いいからなりますよ。あの黄ばみなくなれば全然綺麗。全然違います、見た目が。もうやってもらおう、これ。自分もこんな感じ。そうそうそう、最初こんな感じだったんですけど。ちょっと気になるな。ぐらいですよね。ただ、いや、施工したのと比べると全然違うんですよ。新品ヘッドライトみたいになるんで、買うよりは全然安いよね。そうなんです。ちゃんと新品で頑張ってやってもらって。やってもらってます。静岡からスーさんがヘッドライト施工で来るんですよ、4日土曜日ですね。静岡からすごいです。じゃあ、あの、あそこのプラスオートの昨日あげたシルバーもう売れちゃいましたけど、カーテンさんに乗る前に売れちゃいました、ね。すげえびっくりしました、ね。すげえですよね。先週だって青木さんですもんね。あ、売れちゃいますね、多分。今日か、あの、川崎から見に来てましたよ、あの選手を。なんだ、ボケットの。見に来てました、ちょうど行った時に。はい。時間の問題ですね。今日も来たんですね。すごいですね。じゃあ、カズ君に来いって言われたんだ。そのカズ君がまだ来てないって言って。疲れましたよ、仕事だったんですか。仕事でしたよ。でもまあ、早く終わったからだけど。青木さんまた買っちゃうんじゃないこれ。三台持ち。
やっぱ欲しいんだよね。前から言ってましたもんね。なんはい、こんばんは。やばいっすね。公認だって言ってましたね。すげえな。AMD の超えるすごいでしょ。これ、なんだこれ、すげえじゃない。やばいっすね、これも。Thank you.